こんにちは、女子大生ザッパーミカチャンネルへようこそ。皆さん、まだまだ寒い日が続きますが、お食事は頑張っていますか？今日はホットプロテインを作っていきましょう。用意するものはいつものプロテイン、牛乳 100ml、水 100ml です。まずは水とプロテインをシェーカーで混ぜます。水の量がいつもより少ないので、こんな感じでドロッドロになります。次に牛乳を約1分半ほど電子レンジで温めます。このマグカップに先ほどのプロテインを少しずつ入れていきます。完成です。ぬるい場合は10秒ずつもう一度温めると美味しくなります。プロテインが入ったまま電子レンジで温めすぎたりすると固まってドボドボになったりするので注意が必要です。今回はチョコ味のプロテインで作ったので、ココアみたいでとっても美味しかったです。皆さんもぜひいろいろな味で試してみてください。それでは今回の動画はここまで。バイバーイ。